界面活性剤、クラフト点と鈍点です。イオン性界面活性剤の溶解度を調べたのが下の図です。そこにあるようにファントオフプロットをしてますので、横軸が温度の逆数、縦軸がフォア濃度の対数になってます。ですからグラフの右側が低温、左側に行くほど高温になりますが、単量体の溶解度曲線はこのように右下がりの直線になります。これは典型的な吸熱過程の溶解です。 ところが、CMC、このような最適値のある曲線になってますけども CMC にぶつかるとここでミセルが発生しますから単量体としての濃度だけではなくてミセルに食われた分が出てきますのでそれはこのような黄色の直線になりますからの字型にに曲がった直線になることが分かります。この時の単量体の溶解度曲線とミセルの溶解度曲線の交点の部分をクラフト点と言います。 イオン性海面活性剤にはクラフト点があってある温度よりも高い温度では急激にミセルが発生する温度です。CMC はは濃度、度クラフト点点温でです。この点を間違えないい。くださいさらにもう一つ浸水性のものに比べて疎水性のものはこのように単量体の溶解度も下がりますがクラフト点はこれに対して上がっていくという関係になります。 右に書いているように疎水性の海面活性剤の方が CMC が低下、クラフト点は上昇するということを理解しておいてください。疎水性が上がると水に溶けにくくなりますから CMC も小さくなる一方でクラフト点も高くならなければミセルがでできないといととうことです。次に非イオン性海面活性剤の時は少し様子が違います。 左側のグラフはイオン性界面活性剤さっきのグラフですね横軸は温度の時数をとってますから右側は高温左側は低温普通のグラフになってます単量体の溶解度っていうのは直線ではなくって右上がり下に凸の曲線になります 温度がクラフト点に到達しますと、イオン性界面活性剤は溶解度が急激に上がる。これはミセルができるからです。つまり、このようにエリアを分けてやりますと、CMC より低いところでは単量体のみ、クラフト点より低いところで、単量体の溶解度よりも高い顔料のイオン性界面活性剤を入れていると、単量体が溶けているのと水和結晶がありますと。 で黄色の線よりも右側では単量体とミセルの形で溶解度はガンガン上がっていきますので結晶はなくなって単量体の飽和濃度とミセル。 という状態になります一方非イオン性界面活性剤の場合はこのようなことは起こりません右のグラフを見てください単量体から濃度を上げていきますと CMC に到達してそれ以上は溶けなくなる点は同じなんですけどもグラフの右側の方は別の曲線が書かれています非イオン性界面活性剤の場合は浸水性部分にイオンがないですから水の温度が上がってくると 溶解度っていうのはあまり上がらなくなってしまいます。このためにそれぞれの濃度で透明になってたのが温度を上げていくと急に曇ってしまうので、この境界線をドン点と言います。クラフト点と同じようにドン点も。 温度の指標です。非イオン性界面活性剤の温度の特徴としてどん点以上では曇ってくるとこの時何が起こっているかというと層分離連続層の水層の中に疎水性の逆ミセルと呼ばれるようなものが分散するようになっていきます。 分散層として、活性剤がが集ままった層ができます。その構造っていうのはミセルとは反対に疎水性器を外に向けてこのままでは水に分散できにくいですからある程度集まって可視光線を遮るような状態になってくるので鈍点と言います。ここで重要な要因がありまして HLB と CPP と書いてあります。 HLB はハイドロフィル・リポフィル・バランス浸水性・疎水性バランスと言います。元の式は HLB= イコール海面活性剤の疎水性部分の分子量分の。 浸水性部分の分子量かける20で表されてたんですがその後、川上の式といって浸水性の部分が大きくなるとあまり区別がないんじゃないかっていうことで疎水性部分の識別性を高めるために疎水性器の分子量分の浸水性器の分子量の対数をとりましてもう少し疎水性の部分を拡大したような指標が使われていますさらに改良されて構造式から求めるのではなくて実験的に得られる指標なども 使われるよてて CPP っていうのはクリティカルパッキングパラメータというふうに書いてありますが式としては疎水器の面積×長さを疎、えー、水器の体積ではあったものでつまり変平率といいうか形のいびつさを表すす指標です右の表にありますように一番上の3分の1よりも小さいっていうのは浸水性部分に底面を向けた円錐形の構造を持ってい ており、これはミセルになりやすい構造と言えますが、これが CPP が大きくなっていきますと、ずんぐりとした形になってくるために、あまりミセルとして疎水請求を集めることができなくなっていきます。水にも溶けにくくなってくるし、単純なミセルを作れなくて、右の表のようにどんどん疎水請求を表に出したような構造になってきます。 CPP が1の時はちょうど臨脂質などが疎水器が2本線になってますから円柱型になってくるのでラメラ液晶とありますが臨脂質2分子膜を形成するような構造的特徴の指標になるのが CPP です。 一方 HLB の方は数字が大きくなって20になると親水性でミセルを形成しやすくなりますが、疎水性部分が大きくなって HLB が小さくなるとミセルがほとんどできなくなってそもそも水に溶けないというような物質になっていきます。この特徴っていうのは産業的にはどういうところに役に立つかっていうと、 浸水性が高い HLB が20に近くなるとこのような潰化剤っていうのは固体を懸濁させる力ですね洗浄剤乳化とありますが洗浄剤っていうのは油を水に分散させる力です OPARW 型の乳化剤として働きますよもっと HLB が小さくなってしまいますと w パー r o 型の乳化剤としてつまり水を油の中に溶かす疎水性部分が十分大きくて 水を油ににに溶かすのに適した構造になってきますす。よという指標になっておりますまた温度が上昇すると分子運動が激しくなりますので水和水が奪われてあまり水に溶けなくなってきますので温度が高い時見かけの HLB は低下したように見えますこうするとオッパー W 型乳化から W オパー O 型乳化に転送するという現象が起こります。この 転送する時の温度をフェイズインバージョンテンパラチャー転送温度といいましてこの時に海面張力が最も大きくなりますので油の面積水の面積っていうのが最大にすることができるようになり安定な微粒子を形成することができるようになります。この温度で乳化を行いまして急激に温度を下げてやると微粒子が安定に分散させることができるという技術につながると言われています。 では続いて練習問題を見てみましょう。界面活性剤に関する記述のうち正しいのはどれかイオン性界面活性剤においてアルキル差が長くなるほどクラフト点はどうでしたか疎水性の界面活性剤の方が CMC は低下してクラフト点は上昇する高い温度でないとミセルはできないのでしたからこれはマルですね。2番 浸水性浸油性バランス HLB 値が小さい海面活性剤ほど疎水性が高い HLB はまあ一つの例ですけどもこういうふうに分母が脂質の分子量分数分子が浸水性部分の分子量を使いますので大きければ浸水性小さければ疎水性ということになりますから2番丸です。 3番 HLB が3.7の海面活性剤 2g と HLB1 が11.5の海面活性剤 1g を混合して得た海面活性剤の HLB1 は6.3であるそのまま重量平均で構いませんので式は HLB=2 とこうしますと 3.7×2 で67.4ですねでプラス11.5これで18.9になりますからこれを3で割ってやりますと6.3でこれは正しいです 4番イオン性界面活性剤水溶液のモル電気伝導率は臨界ミセル濃度以上で急激に減少する。 このグラフを思いい。出してください電気伝導度っていうのは緑色の浸透圧なんかと同じように粒子の濃度に対応しまして CMC 以下では急激に上がりますが CMC 以上ではミセルとしての濃度になってしまいますから傾きは小さくなりますが単純増加のグラフになりますところがモル電気伝導度投量電気伝導度といわれるものっていうのは ノードでこれを電気伝導度を割って電気電動率を割ってやりますのでモール電気電動率っていうのは CMC までは徐々に下がってきますが CMC を超えてしまいますと1個1個のミセルの個数っていうのは少ないのに大量の海面活性剤の濃度で割ってやりますから急激に減少というふうなグラフになりますからこれも丸です。 5番、臨界ミセル濃度以上では、海面活性剤分子はミセルを形成すると同時に、単分子は飽和濃度である。これは先ほどの緑のグラフに注目しますと、臨界ミセル濃度のところまでは単分子が増えていって、ね、飽和曲線はこのように真横に飽和濃度が維持されますが、上がった分というのはミセル濃度です。ですから、これは飽和濃度であるで丸ということになります。 言うとこれはにになりますです、ね、次に行きますす次行き界面活性剤の性質に関する記述のうち正しいのはどれかソルビタンモノステアレートの HLB 値はソルビタンモノラウレートの HLB に比べて小さいですね疎水性が高ければ値は小さくなりますさっき前のカンペを見ますと炭素数12がラウリン酸 炭素数18がステアリン酸ですから、ステアリン酸の方が素水性高いので、これはソルビタモノステアレートの方がモノラウレートの HLB よりも小さくなる、丸ですね。 次、水溶性の糖量電動度、モル電動率、モル電気電動率のことですが、ある濃度以上で急激に上昇する。これはさっきのグラフと同じものを見ますと、濃度色、黄色で表したモル電気電動率のグラフがこうですから、以上で急激に上昇する。急激に下がるはずですから、×ですね。3番、アルキル硫酸ナトリウムの直鎖アルキルキーの炭素数が増加すると、クラフト点は高くなる。 素水性の海面活性剤の方が CMC は低下するけど、グラフト点は上昇します。空のグラフが左下に下がっていく、あれを思い出してください。というわけで3番は丸です。4番、臨界ミセル濃度以上では溶液中にミセルとしてのみ存在する。これはさっきも同じ問題ですね。単分子の飽和濃度は残ってますので、これは×です。次の問題です。海面活性剤に関する技術の正しいものは 1>, 1番、ラウリル硫酸ナトリウムは液体表面に吸着されにくく、不吸着を示す。これ、海面活性剤の典型ですね。今、不吸着を示すっていうのは、ギブスの吸着式で、表面張力が負になるのは、DCDγ がプラスになる時ですから、このグラフではタイプ1というふうな言い方をしましたが、これは電解質ですね。NACL とかです。だから、1番は×ですね。次。 2番、海面活性剤水溶液の表面張力は臨界ミセル濃度以上で急激に低下する。同じグラフ、ちょっと後ろを消しましょうか。海面活性剤3番でしたね。海面活性剤は急激に海面張力が低下して CMC 以上では最低値で一定になるということですから2番の記述は急激に低下する。CMC 以上で急激に低下するですから×バツです。3番、イオン性海面活性剤の水への溶解度は グラフト点以上上で急激に上昇するこれはグラフ、横軸温度を取ったグラフですが、クラフト点から上は急激に上昇。これはミセルに吸収される分だけ溶けた形になりますよということですから、丸ですね。4番、非音声界面活性剤の水への溶解度はン点以上で、曇り点以上で急激に低下する。もういいですね。横軸温度、縦軸溶解度を取りますと、 温度が低いときはミセルが形成されて透明の液ですある温度以上どん点以上では逆ミセルが形成されて総分離が起こり曇ってきますよということです。丸とで5番 h l b 値が5未満の海面活性剤は水に極めて溶けやすい。HLB、まあ、例えばですけれども このような式で表されますので浸水性部分の分子量が大きいものの方が数字が大きくなりますので水に溶けやすいのは数字が15以上ということになるかと思います。×ですね。 次、最後の問題です。常温で固体のイオン性界面活性剤 A の、イオン性界面活性剤、イオン性界面活性剤 A の溶解度を温度を変えて測定し、そのモル溶解度の対数値を絶対温度の逆数に対して、右のようにプロットしました直線の交点パーツのところは次のどれかですね。これは最初のグラフに出しましたが、ファントホーフプロットをしてますので、下の勾配の小さい直線が単分子の溶解度。 でグラフは逆数をとってますから右側が低音左側が高音になってますので X のところよりも高音側でたくさん溶けますよっていうのはイオン性界面活性剤の場合は一番のクラフト点の特徴でしたクラフト点がここ臨界ミセル濃度がここ温度と濃度の違いはちゃんと覚えといてください